今回は、東堂葵って人に物教えるのうまくない?に対する読者の反応を紹介していきます。なんかこいつ説明とか例え話とか人に物教えるのうまくない?ガチで頭もいいキャラだったので。IQ53 万だから噛み砕いて人に説明する能力も高いってわけだよ。師匠の教え方が良かったんだろう。呪力の核心ってなんだよ、いきなり言われてもわかんねえよ。料理をするとき食材の味を知っているか否かの違い、なるほど、なるほど。でもこの先生めっちゃ教え子を選ぶんですけど。師匠には向いてるけど教師になれないからな。教えるのは上手いけどこいつに気に入られたらの話なのが面倒すぎる。まず特級ソロ討伐できるやつと正面から殴り合いがクソすぎる。まともな人ならまず確実に東堂殴りかかるだろうしどうかな。座学が伏黒と並んでトップだぞ。なんか納得しちゃうのが気持ち悪。学力高いのも逆にキモい。料理めちゃくちゃうまそうなのもなかなか気持ち悪い。かっこいいとキモいが全く相殺されずに両立してるからな。気持ち悪い狂人という以外は完璧な男だから。そもそもこの見た目で学生トップクラスに頭いいからなこいつ。心身ともに屈強で頭もいいのに性格だけ破綻してる。真面目に高専の教師のなったら良さそうなんだけど生徒を襟好みするのが難しいか。板取とは奇跡的に相性良いけど伏黒や野原と合うか怪しいしな。新田とは共同できてるのは新田も相性いいからなのか。仕事の時とそれ以外だと線引きされてるだけかもしれない。一番最初に好みのタイプ聞いてくる教員か。ひたすら気持ち悪い以外に欠点がない男。伏黒とは確実に相性悪い。伏黒も素直に性癖開示してればな。こんな狂人にも好かれる歌姫先生ってすごいんだな。東堂が恐ろしいのは義理の姉が好きとか言ったり普通に肝がってそうなところだ。感覚を言語化できるのは指導者の素質あるけど基本的に高い資質持ってる人向けって感じでもあるからそもそもポテンシャル低い人間は教わってもそれを出力できなそう。一を聞いて十を知るタイプや体験したら一気にコツをつかめる才能あるやつ以外ついていけない指導だよな。国選狙うのは無理っていう話だけど東堂は普通に虎杖と一緒になりたいって自分の意思で決めてて気持ち悪い。虎杖に強いシンパシー感じただけあって虎杖への指導は悟るより東堂の方が向いてたってだけで誰にでもそうってわけじゃなさそうだよな。それはそれとして高 IQ だし教育者の才能はあるんだろうが。この強さでも1級なんだよな。割と領域展開された時の対策もちゃんとあってお前本当に1級なんか、的な感じがある。あれだけやっても雑草に決定打与えられないから火力不足。肉弾戦するタイプとしか当たってないままサトルにすりつぶされたから比較対象が少ないというか。東堂が1級の上限ギリギリでこいつ以上になんかやれるやつが特級ってイメージがある。もしこいつが教師になったら授業の第一声がお前らの好みのタプの女は?から始まるんだぞ。教師になれば生徒からキモいキモいと言われつつめちゃくちゃに慕われそう。入学した生徒ボコボコにする異常者。いい匂いがしてバランスも良い。むっちゃ体育会系な見た目と裏腹に。いい匂いがするしめっちゃ理論的で授業も上手くて困る先生だ。気に入った相手にしか親切にしないから先生には向かない。東堂以上のフィジカルと東堂とベストマッチする性癖と国選を連発できるポテンシャルがあればとても良い師匠になってくれる。東堂来たらなんとかなる安心感あるよね。虎杖がメンタルボロボロでおつやムードだったのに東堂来たら空気が一変してすごいよね。東堂本人がどんな窮地でも絶対揺れないのも安心感あるよね。東堂は勝てない奴には勝てないけどすごく安心感ある戦いもするし、ファインプレイも連発する。深くものを考えない素直なことの相性は抜群にいいよね。会ったばかりの虎杖となんであんな通じ合えるんだ。アニメで見ててこいつのする解説だけすごいすっと頭に入ってきて理解できる。親になったら垢抜けていい父親になりそう。誰がこいつの子を産むんですかね。つくもゆき。閉経してない?言い方、最低すぎて草。高田ちゃんとの子供に決まってんだろ。東堂なら孫の名前もひ孫の名前も決めてそう。新しい呪術会護三家。五条家鴨家東堂家。になってそう。困った字面だけだと違和感がない。東堂と付き合ってそうな女ランキング1位がいるだろ。もう、勝手な人。野原の2期がドン引きするレベルの悪口。決まってるだろゴリラの相手はゴリラ。つまりイタドアー。息子よ、どんな女がタイプだ?母さんって返されたらどう答えるつもりだ?
どうやら俺たちは親子のようだな。そらそうやろ。静かな嬉し泣きしながら何やら語り始めそう。俺たちは全身全霊で世界に存在しているとかいうセリフすげえ好き。なんか悩んだ時とかに思い出してる。イメージなんだけど五条って部活で言うと監督って感じだから教え方も広くみんなに対応した教え方をするって感じ。東堂は部活の先輩って感じで同じプレイヤー目線で見ての悩みだったりをアドバイスしてくれるから教えられる側からしたらすごいしっくりくるって感じかな。正直波長の青いたどりだからうまく伝わったんであって常人には理解できないと思う。他の人にはそれはそれで言葉選べそうな学力は間違いなくある。多分やらないだけで。なんというか、生き様や心構えは本当にすごい格好良いんだよね。それはそれとしてキモいだけで。高田ちゃんとタイプ聞くくせとレイの顔なかったら普通にかっこいいと思うわ。レイの顔って、どの時の顔だ。あの銃殺されるカラーの時のやつだろ。花見線でブギウギ連発してる時の顔。普通にかっこいいけどそれだときっとここまで俺たちを熱くしてくれる男にはなり得なかった。俺たちが求めてた筋肉もりもりマッチョマンの変態だった。それが俺たちの超兄弟東堂葵だったんだ。誰もが欲しいと思ってたのに形にしてなかったものを綺麗に出してみせた。それだけで素晴らしい仕事をしてみせたんだ。ちょっと、いやかなり予想外だったけどな。俺たちはブラザーだからな。ブラザーだから懇切丁寧に説明してるだけで他の人相手だったらかなりの塩対応してそう。メカ丸に女の子好みの指導してたり塩ではない気がする。ただ気に食わない奴はボコボコにするだけで、来る者は拒まず、ただみんな去ってく。多分あれ東堂的にはすごく真面目なアドバイスだよね。言われた方は普通何言ってんだこいつとしか思えないからそこから先に進まないけど。要は自分に心を開かない好みのタイプがあっても開けすけに答えない男がいけすかなくて。本当に好みのタイプとか考えられない環境の人は咎めないのかなと思った。ほんと気持ち悪いのさえ覗けば完璧野郎なんだよな。いい匂いもするし。そのいい匂いが気持ち悪いわ。頭いいし、強いし教え上手だし優れたメンターですらあるが。それはそれとして間違いなくキモい。熱量のあるオタク側から見れば気持ち悪いって言われるのはままあるので。本当に気持ち悪いのは板取り周りだけだと思う。あとこいつをみんな変わり者とか熱すぎるとかじゃなく気持ち悪いって表現するあたりが呪術師が呪術師たるゆえんって感じする。頭おかしいけど頭いいやべえやつ。なんか小さくて可愛いやつの麻薬みたいなやつ。絶対家事料理得意なイメージあるわ。エプロン姿が似合いすぎる。裸エプロン東堂。やめろおー。俺が思っても言わなかったことをおー。簡易無料空所やめろ。情報がいつまでも完結しない。風邪ひいたら起きたか？ブラザー言うて卵が湯食べさせてくれそう好感度8イベント。おかゆ、卵酒、玉ねぎのスープあたり食べやすいもんあらかた作ってどれが食べたい？食べないやつは俺が食べるから気にしなくていいぞって言いそう。料理の盛り付けも綺麗で味も普通にうまいんだよ。それがまた気持ち悪い方向に作用するんだけど。師匠の影響でタコさんウインナーとか作ってそうだしめっちゃ可愛い弁当箱に盛り付けしてそう。キモい。東堂お前のために早起きしてお弁当作ったんだ。正直気持ち悪いのも含めてかっこいい。グレートティーチャー五条もこれはにっこり。無理はさせないけど土台をしっかり作り上げる五条と無理をさせるけど出来上がった基礎から何段階かステップアップさせる東堂。二人のおかげで板取くんはどこに出しても恥ずかしくない立派なゴリラになりました。友人が立派に育ってくれて俺も鼻が高いよ。ところでナマズって地震起こすって言われてるんだけどさ。平安時代に帰ってくれ。東堂は実際頭がちょっとおかしい変態なだけで。教師としての素質は十分だと思う。女の趣味が合わないだけでぶっ飛ばそうとする教師はちょっと。